よみくんにざんあここでさちょっとしっかりしてよって言うたけどさ外に何か見えるって外にちょっと何かあるか確認させようかわからない外は真っ暗だしスマホのマップもエラーになるもう全体が真っ暗なんやな。 めっちゃホラーな状況なんやな窓の外全然明かりが見えないしスマホのマップでも現在地が表示されないしどこだよここ運転席まで行ったんが前回だったよな客が多分おらんと思うし行き先表示ちょっと見てみたいこれ今回は 行き先表示はないっぽい。とりあえず写真撮ったから送る。なんだ何が見えるこわいこいなんか精神的に来るものを感じるぐらいの怖さですね。怖いやばい。精神的に病んでる人の目線見ない感じに見えたよ。え あーちょっと待って、両体以外から来るときあるのこれ。待って、両体以外から来るときあるのこれ。太一誰だよ、太一誰だよ、太一知り合い鉱山生産率低下しています。先月何%、昨年期0%になってます。私の生産計画を考案の立案に見直しを推奨。鉱山の話できたよ。 第地鉱山の人間か。鉱山の話、前回のパートで見たもんな。それがなんか鉱山の生産量が低下しとるってことはさ、あの、なんか鉱山が見つかって、その村の繁栄はされたんやけど、その後だんだん、だんだん落ちぶれていった。でもって、もうこれはダメだと思われて捨てられた村みたいな感じなんかな。その、鉱山のあたりの村って。ああ。 なんか、ブラックだったんかなもしかして。そんな感じのが見えてくるよ。太一おい。中間間離職太一お前。中間間離職か知らんけどさ。中間間離職太一とか漫画ありそうやな。へへへへ。まるまるトネガーはパクってるけどな。もしもーし。あ、太一じゃないんだよ。これはよかったき。聞いてよ。今電車が止まったんだ。だけどドアが開かなくて、降りれなかった。降りれないパターンあるんじゃ。 田舎だと先頭車両しかドアが開かない電車もあるけどこんな何,何両もある電車でそれはありえないしあそうか俺一緒に時はさ先頭まで行ったけんドア開いて出られたんやけど今回先頭におらんかったけんドア開かなかったんやな先頭以外は開かんとこだったんやなやけん今回は降りれんかった展開になるんじゃんこれ出ていかの話進まんのちゃうんこれ あ、でもさ、お前、逆にさ、あの、最終地点まで出ないっていう選択肢もあるんか、これ。ちょっとそれ言ってみたいな、今回。あえてさ、最終地点まで行かずにおったらどうなるかっていうのを見てみようか。そうだね。プロテインだね。とにかく落ち着こう。まずは状況を整理しないと。慌てても仕方ないね。もう少ししたら、普通に街中の駅に着くかもしれないしね。 また動きがあったら連絡するよ。落ち着く前にプロテイン飲んどけよ。来た。だんだんさ、終点まで近づいていくんだろうこれ。もしもし。電車が止まった。ドアもう開いてる。あれあ、出れるんじゃん。あれこれ、出て行ってもいいけどさ。 寝ていた先って、い前回と一緒なのかなえ男の子え低学年の男の子が入ってくる時間じゃないだろお前。どんだけに残りされてるんだお前。残業レベルやな、お前。ブラック学校やないか。私立ブラック学校か、お前は。お前のところ、お前。七五三って三月にやるかこれ私が三月の話だろお前。怖っ 男の子より帰り道を聞いてみようこそうだねこんなへんぴそうな駅から乗ってきたってことはこのあたりの子っぽいしねねえ君俺お兄さんさ町の方に帰りたいんだよねパパとかママと町の方に行くときどうやって行くのかなどの駅で乗り換えるとかわかるかな プルララルプルラルってからさ、防犯ブーザー鳴らされたら面白いのに。えうん。そうそう。え、話できてるのうん。それで話できてるな。ワイト話できてるな。話通じてるな。男の子。わかった。ありがとうね。普通の男の子だったんか。 変な編み傘で顔見えないし目の前に行っても気づいているのか気づいていないのかわからない感じで心配だったけど話は通じたよマジかえー、そうなんじゃえー、割と普通の人間おるんじゃどんどん遠くに行っちゃう知るかお前 <laughs> そんなこと言われてもさ <laughs> 情報量なかったんじゃけんひん <laughs> この男の子よくこんな時間に一人でさこんな情報量で電車乗ったな <laughs> 大丈夫か <laughs> お父さんお母さん何してん <laughs> 大丈夫かおい追い <laughs> たいなら2つ先の駅で降りれば一番危なくないって一番危なくないってのは一番簡単に乗れるってことだなとりあえずまた何かあったら連絡するよえ 電車に乗るに危ないも危なくないもあるんかわかった。じゃあその言った通りにするわ。二つ駅後やな。うん、子供のこと信じてみるわ、お前。結局、駅には追いなかったよ。例の男の子は同じ車両の少し離れたところを座ってる。雨傘のせいで顔は見えないけど、さっきから微動だにしてない。変な子。 話通じたんだよな。何なんだろう ?12 時、夜中の俺0時過ぎたらひ変する系のやつなんかなそういう系の男の子かな話しかけてみて <laughs> 一発ギャグをかましてやれよ、お前、りょうた。<laughs> 鉄板ギャグをかましてやれお前。お前、高校時代結構そういう得意だったろ、お前。かましてやれお前。ゲッツ あダメだお前この時代にゲッツはないわお前前まで行って声をかけてみたけど無視された寝てるかもしれない傘のせいでよくわからない怖いなその傘もさ大体いいさ時間帯が時間帯やけんさ子供これぐらいの時間だったら寝ろって話やもんな そんな時間までさ、その、踊りの、習い事とか、そんなことはあるかっつう話やもんな。もしもし、また電車が止まった。例の男の子もありそうだけど、どうしよう。え、ちょっと待って。これ、二つ先って言ったけど、一つ目やな、これ。つまり。え、でも男の子気になるわ。もうここまで来たら男の子気になるな、なんか。やべえ、どうしよう。 こう置くか、ここで降りるか、すごい気になるなーやべえ視聴者さんの皆さん、どっちの方がいいと思いますかどっちの方がいいと思いますかいいと思う方にコメントしてくださいね。ま、あ生放送ちゃうんですけどね、これ。男の子気になるんで、男の子に追いかけてみます。ストッカーだ。そうだね。プロテインだね。 甘い遠くに行きすぎる前に、ここで降りよう。降りる前にプロテイン飲んどけよ。え何なんてなんか言われたん男に。おいちょっとどうしたプロテインはプロテイン飲んどけよ、お前。あ、ごめん。例の男の子が、ここでは降りるなって。ここには何もないし、ここからじゃ帰れないから。 もっと乗っていたほうがいいって男の子も言っちゃったしどうしようか男の子に尾行しちゃえだよそうだなとりあえず降りて考えよプロテイン飲んでけよしまったなんか電車以外の音も聞こえた気がするんだけど気のせいかな気のせいだったな多いだけど真っ暗だな さっきの男の子も、もういない。いや、つけとけよあいつの、ところ、つけとけよつけた先の、家の、両親に挨拶して止めてもらえよいやんじゃないかな、割と。あれここ、駅じゃないのかな駅名の看板がない。というか、ホーム自体がない。ちょっと待って。真っ暗だ。民家とかもない。 あれ線路は駅も線路も何も見えないえなれなんだこの地面踏んでも足音がしないなんだこれどうなってるんだ何も見えないし何も聞こえそれ以来、い太からの連絡は途絶えた彼ははもまもだ見つかっていない何もないし帰れない ダダダダン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 ダラララダラ。来た戻ってきましたこのゲームさ、途中セーブができんからさ、ちょっと戻ってくるに時間がかかりましたが。えーっと、ここで男の子と一緒に出て行ったら、何もないところで、もう口をはてて死ぬというエンドを迎えましたが。 じゃあ、男の子が言う通りにさ、二つ先の駅の方で降りよう。一番安全って言おうたところ、ここじゃないそうだね。もうちょっと街っぽいとこで降りよう。また動きがあったら連絡するよ。うん、おれ、ここで降って。次やな。この次に止まったとこで降りろってことか、集まり。街が見えたマジで安全だったかなやっと外に街っぽいのが見えた池っぽいのがあって光が反射してる池っぽいのがあって光が反射してる 行けかこれなんかなんか意見にしてはなんかはい広ないかお前おうはい電車が止まりそうさっき明るい街っぽいのが見えたしここで降りていいよねよっしじゃあいとこの子の言う通り信じようじゃないかここは一番危なくないってそうだね プロテインだねとりあえず降りるよ降りる前に飲んどけよプロテイン今度こそお前そのあんきじゃないっていう危なくないっていう意味がちょっとわからないけどな止まったでなんかさこのドアの <laughs> 扉の開くことかさバケモのうなり声みたいな感じになってる <laughs> おかしいな 駅に電気がついてない。まあ、いいか。とりあえず、駅の外に出て、適当なところでタクシー呼ぶよ。また連絡する。タクシーに跳ねられるんじゃないんそれ。見つからないかもしれないけど、見つかってさ、へい、hey, タクシーって言われた瞬間に、やでられるんじゃない大丈夫かデスタクシー的なやつ駅の中。駅の中、電車が走ってるのに、真っ暗。 田舎の無人駅だとこういうことも合うのかな足折れ駅っていう看板があった遠くに山が見えるし足が折れるぐらい険しい山が合うとこなのかもしれん足折れ駅ってなんかさえ前のパートでさ駅の名前が出てきたけどさその中に書いとんかなちょっと見てきまーすこれよ足折れ駅ってことはこれか ここで降りたんじゃ、えー、つまりあれか空洞ねここか前の世界線でさ降りてさ何もないまま死んでいたってここの駅のことなんかなダムもある、えー、でもこのこ足降りってところがさその何だろう 読みくにさんがおる、生息してるとこでなかったっけじゃないかなってことはそこがなんかキーになるんじゃないかなって思い始めてきた。怖ーこれ人がさ、おって話しかけたら振り向いてゾンビだったってきてバイオハザード1みたいな感じじゃないお前。雰囲気怖編集ソフトでちょっとダークな感じに仕上げとんかな 雰囲気怖っ町じゃない駅の外を歩いてるんだけど積み上げた土の山とかプレハブっぽい建物が並んでる何か工事現場っぽい雰囲気もしかしてここ夜は人がいないのかないや鉱山やもんな鉱山で栄えたっていうところなんだやったよな伝承的に言えば安全って言ったんは何なんだろう そういうい意味の安全なん工事現場っぽいところからまだ抜け出せないんだけどあとりまりと違う感じの建物をつ見つけた周りはプレハブっぽいんだけどこう建物だけなんていうんだっけ看板建設？あ、看板建築？みたいな立派な作りだ <laughs> 怖いわー 怖いわーなんか文句くぐった瞬間なんかに恐れそうだわー怖いわー入ってみてえなー入らせてえなー来た何だ電話だもしもしメール返信ありがとうこのお店奥の方が明るいんだよな店の人に帰り道か タクシーが拾えそうな道への行き方を教えてもらおうはいそうしてください誰もいないなコンビニくらいの大きさの小さな雑貨屋だ柵は空っぽ柵かこれ柵は棚かな棚は空っぽだけど営業していないのかなレジ周りはごちゃごちゃしてるな なんて言うんだろう。常夜灯というか、非常灯というか、小さい明かりはついている。だから、空き家ではないと思うんだけれど。レジの後ろにも部屋があるみたいだ。もしかしたら、そこに誰かいるのかもな。 まずちょっとレジ周りに何かあるんじゃないかななんかこの、このゲームのさ、設定とかってさ、そういうアイテムでさ、見えてくるけんさ、そういうアイテム回収していったら、なんかこのゲームの世界観がちょっと分かってくるような感じなんよな何かあるかと言われても、ゴミとか商品っぽいものとか、とにかく色々積み上げられてる。なんかあるんちゃうかなレジの横に、この辺りの自治体か何かが作った張り紙があるな。 地名が書いてあるし、調べればここがどこかわかるかもしれない。ただ、こう建物にこれ以上いても時間の無駄だな。別のところで人を探してみるよ。また連絡する。<laughs> 写真行きたいな。掲示板に入り取ったやつ。人工知能の開発者への取材記事。 抱えている日付が本当なら、当時としてはかなり進んだことをやっていたみたいだね。人工知能え、なんなのサマーウォーズ的な話なのテンポファイル2個もある。顔めっちゃ潰されてますけど <laughs> 顔顔顔面にグーパーされたみたいな感じで凹んでますよ、これ。<laughs> え、アマの上門…上も？ 何何<名> <laughs> えっ、ー、と渡らず人渡らず人どういう意味なんはあめっちゃ読みたくないような文章が流れてるあれ待ってちょっと待って,待て太一十二 タイチ1ちょっとコンピューターのは、え、コンピューターの名前なんタイチ1って。これメール来たぞ、こいつから、お前。えちょっとこれ重要そうだな。ちょっと読んでみますね。ちょっと。なんか、コンピューターに、なんか、こう、え、なんか、兵士、え、なんか、コンピューターが、あの、社員の仕事の、 を効率的に動かすためのプランを立ててもらって、それを社員が実行するみたいな、そういう司令塔的なブレインみたいな人工知能があるんじゃ。それがタ地12なんやけど、人工知能からベルキたったんじゃ、あれ。人工知能が。あ、そいやなんかプランがどうのこうのよったな、なんか。あ、人工知能の立場やけんそんな話になっとったんはい、あー、そうか。 人工知能だったん太地十人。人工知能はなんで俺、ああわれたと単に人工知能から来たんじゃんこれ、太地十人お前。あれなんで名前ないん太地十人はちゃんと送信者の名前あったのに。え足折駅で降りたね。運が良かったね。 銅山の奥深くまで行けば帰ることができるよもし次の駅まで乗っていたらもう帰れなかっただろうねわ行ってみたかったーそんなこと言われたら行ってみたかったー誰か知らんけど行ってみたかったーってことはさグッドエンドへの道筋が分かったんじゃ奥まで行けってことかだから危なくないって危険じゃないって言ったんかあの子供もえっ、ー 駅にパートににしてさ、グッドエンド見えるかもしかしていきなり。もしもし、今変なメールが届いた。気持ちが悪い。俺のところも来ましたよ。私のところにも来ましたよ。本当銅山の奥から帰れるって書いてあったけど、銅山って銅とかが取れる銅山のことだよね。うん。伝承からしたらそんな話だと思うんやけど。 銅山を飛んでるみたいに使って街へ続く道に出られるっていうことなのかなかもしれんな。まあ、あんなわけわからないメールに従うなんて常勤をしちゃてないと思うけど。だけど参ったな。駅は真っ暗で電車はもう来なさそうだし、どうやって帰ればいいんだろう。もう少し駅の周りを歩いてみるよ。また連絡する。わあ。 なんか道筋に明かりがともってきた気がするぞお前水処理場水処理場っぽいのがあった多分この足処理駅とやらはそのこの施設のために作られた駅だと思うなるほどな周りが深い森で覆われていて高建物以外には何もなさそうだからねエンジン音みたいなのが響いているから 多分、施設自体は稼働していると思う。とりあえず、中に入ってみる。警備室かに行けば、帰り道とかを教えてもらえるんじゃないかな。おお、めっちゃ工事を工場してるな。未来都市か、お前。ここで第二電話課が問題点やな。まさか、大地12からなんかメッセージ来るかもしれんな,な、また。 水処理施設っぽいところの敷地にはったけど人の気配はない入ってすぐのところに2階建ての事務所っぽい建物があるもし深夜に警備員さんがいるとしたらここだろうなリアルやなマジで <noise> なんだもしもし メール見てくれた今水処理施設の事務所っぽい建物の,あの中にいるんだ鍵が開いていたから廊下に明かりがついているけど人の気配はないもしかしたら無人の時もついている常夜灯なのかもしれないけど少なくともここは空き地ではないってことは確かだ1階には部屋が2つある2階への階段も一番奥に見えるな 奥から行け教えただろう奥から行くんだよ奥の部屋だね。わかった。奥からって教えただろうが何が、えああ、ドア開けたやつ。<laughs> あそういうタイプのドアね。そっかそっか。そっかそっか。<laughs> ちょっとさお、違う音が聞こえてきてびっくりしたんよね。うん。なんだろう会議室かな大きい机が部屋の真ん中にあって、 部屋の隅にパイプ椅子がたくさんある確かに鍵室っぽいな置いてあるものがなにコインんなんだ鍵だ鍵が落ちてる気づかずに蹴っ飛ばしちゃうみたいだおうホラーゲームでさ探索に必要な鍵がようやく手に入ったよなんだこのホラーゲームこんな重要そうなアイテムがさようやくここで出てくるんだぜ フラーゲームだったら鍵ってさ、たくさん何個も何個も出てくるはずだぜ。ようやく1個だぜ、みんな。ああ、これ、初所定で2回行ったら鍵かかってるわーってなるんだよ、これ。あー、1回いからみとって正解だったなー的なパターンのやつかな、これは。やったぜ。よし、じゃ持っていこう。これは持っていくわ。持っていくために置いてます。持っていくために作者さんは置いてくれています。そう まあ、落とし物っぽいし、ここを出るときに置いていくか、会った人に返せば泥棒じゃないよね。そうだよね。プロテインだね。あ、これがプロテインだねって言っちゃったよ。上の階はどうかな。上の階こそさ、今の鍵で開けれる場所があるんだろう。え、物置なの でもあるけど、隣の建物への渡り廊下にもなっているみたいだ。ただ、途中にドアがある。目の前に箱が積んであるから、普段は施錠して使ってないドアなのかな。わあ、まさにそこの鍵だろ、お前。1階から探索して鍵拾っとってよかったパターンのやつじゃうん。ん今、下の階から何か聞こえたいかも。おお うわあなんで逃げてって発想になるかわからんけどさ、会いに行くぜ会いに行けるアイドルだぜそうだね。プロテインだね。ここで働いてる人が来たのかもしれない。事情を話して帰り道を教えてもらおう。話しかける前にプロテイン飲んだけよ。あうわあ何どうしたどうしたどうした プロテインの妙ゅうにここがかけられてブシャってなったどうしたどうしたどうしたああ、いけるな。とさに逃げたパターンかなこれは。もし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 つながった。よかった。なんだその切羽詰まった感じ。何を見たんお前は。まずいことになったかもしれない。えー、<laughs> ええー、えついこまれたたぶん今。 車はドランクの中にいると思う気を失って気づいてたら閉じ込められたみたいだええー、どうしよう真っ暗で何も見えない近づく運転してるやつを刺激しないといいけど怖えるわけないかアメリカの映画で ブレーキランプをトランク側から、えーケア、え、え、ケアブルのを見たことがあるんだけど、あれは映画だしな。<laughs> なんかあるかな真っ暗で何も見えない。いや、スマホがあるんやけどさ、それでどうにか照らして。皿沸いてるな。んなんだこれロープチャックが開いたみたいな感じ。 なんか、ロープみたいな手触りのものがある。よくわからないよ。あとは、何か使えない、使えそうなものはないかな。事故った時に脱出に使う、ハンマーとか。ハンマーどれがならんかなハンマーで消えちまって。勝ちまわってさ。なんなんこの音は、おいうわあいった何事故 それにしては、そこまで将棋がなかったけど、やめ、えっこれなんか、水の中に沈んでね沈んでねこれ。うわ、冷た。水だ。水が入ってきてるえ。えと、まずいて、空気が沈む水が アウドレイジやん。もはやアウドレイジの世界やん、こんな。なに、誰に捕まったん